危ない、さっき撮ったのに。うんこしたかったか。もう、うんこしたかったのね。またご飯食べたらね、うんこ出るから。うんこ踏んでもだ、ここの駐車場ね、いつもうんこ落ちてんのよ。もう誰やほんま、うんこさせんのほんま。20年ぶりぐらいうんこ踏んでもだ。ああ、スプリンクラー状態。これはこれでありかな。夏場これ重宝するかもしれんな。結構これ置いとこう。
と保育園送りたんで、やっとゆっくりとコーヒーが飲めるかなと。それでここで一杯コーヒー飲んで、出勤という感じですね。ちょっと作業したので、いつもやったら8時5分ぐらいかな、子供を送って、それで家でいっぱいコーヒー飲んで出勤する感じですね。さっき朝なんか作業したんで8時20分ぐらいになってしまってますけどもね。今日は朝飯ちょっと食べ足りなかったんで、この間もらったパンを切って食べてみましょう。あー、いいね、切れた切れた。美味しいんですよ、このぐらいの厚さでね、焼くとね、もっちゃうまいんですよね。よいしょ、おお、いいね、うまそう。よいしょ、これね、今日は、蜂蜜をつけて食べようかな。蜂蜜でいただきましょう。よいしょ、いいね。じゃあいただきます。うん、うまっ。うん、うまっ。うん、おいしい。さあ、休みの日の朝はだいたい、そうですね、10時半から11時ぐらいに散歩動画撮って、でお昼ご飯をその散歩の途中で食べて、で昼1時ぐらいに帰ってきて、で午後動画取り込んで編集段階に入るみたいな感じですね。10時半まで今ね、作っている動画の編集を進めていくという感じでしょうかね。でちょっと余裕があったら、まあ、ゲームしたりとか散歩動画の準備をして外出という感じですね。あ、そうだ、今ね使ってるあのマグカップはね、これね、あのファイヤーキングっていうマグカップですね。これヴィンテージで多分1万円ぐらいするんですけども、本物を買うとね、この1970年代ぐらいの本物を買うと1万円ぐらいするんですけど、その今ね、その本当の本家はもう潰れてしまったんですけど、日本がそのファイヤーキングの版権を買うでですね、日本がヘリテージっていうモデルでね、あの復刻モデルを作ってるんですけど、これだったらですね、復刻モデルだったらですね、新品で3500円ぐらいで購入できますので、よかったら皆さんも、ヴィンテージはなかなか手が出ないけど、ファイヤーキングジャパンだったらですね、買えますので、で3500円ぐらいでね、オンラインスタイルもありますのでね、よかったら買ってみたらどうでしょうか。これおすすめですよ。これ見えるかな、裏面にもね、あのヴィンテージさながらのファイヤーキングの刻印が入っててね、ファイヤーキングメイドインジャパンなんですよね。メイドイン USA じゃなくてメイドインジャパンなんですけども、まあ、パチモンではなくてね、まあ、版権を買った企業、日本の企業が、まあ、作り直しているという感じですね。ヘリテージっていうモデルですね。ファイヤーキングね。まあ、モデルとしては、ジェダイの D マグってやつですね。こんな感じ。おすすめです。Thank you.
ヘタ君そこ好きなの？そこ好きなのね、お父さんのそれいいっすね。じゃあここから、動画編集の、ね、時間にします。まだもうちょっと時間があるので30分ぐらいゲームしてみようかなと思います。こっちはね、いいんだけどね。こっちなのよね、問題は。DJI ポケット2のマウント。これ。これいいのないかなと思ってね。これがすごいしょぼくてね。もっとこう全体を覆えるような、マウントがないかなと思って探してるんですけど、なかなか見つかりませんね。こんなが多いんですよね。こんな感じの、下につけるみたいなマウントはあったり。ここに三脚穴があったりするんだけど、歩くときはね、やっぱこれが支点になるとめっちゃ揺れるんですよね。なのでできたらこの辺りで持てれば、まあテコの要領で、まあふらつきが少ないみたいなね感じにもなるんで、いいのあればいいなと思ってます。なかなかないですね。ちょっとぬくくなったんで、暖かくなったので、散歩、昼飯の後はスイーツ買いました。アイスモーですね。モーのなんだこれ、キャラメル味。あの休みの日はどうしてもあのちょっとスイーツを多めに食ったりとかして、結構食べ過ぎてしまうみたいなことがありますね。うん、休みの日はちょっと食べ過ぎ問題抱えております。もう食べます。もうはもう間違いないでしょ。うん、うまい。あ、うまっ。これうまい。もうはやばい。キャラメルすげえしっかり味がついてます。あれハーゲンダッツとか食べてる場合じゃない。これモーヤは88円、コスモスでもう間違いない。帰ってきた。よいしょ、よいしょっと。ふうふうふう、よこしょ。これでデータの取り込みをしていきます。で最近おすすめなのはこのキングストンってやつかな。キングストンのメモリーカードリーダーが超おすすめですね。あの、マイクロ SD と SD を同時に認識して別々のカードとして取り込んでくれるので、データのやり取りめちゃくちゃいいですね。あの読み込み速度はメモリーカード読み込み速度頭いっぱいで、あの読み込んでくれるのでめちゃくちゃ早いですね。安いやつというか、まあ一般的なやつはあの受け口いっぱいあるけど、あのメモリーカード同時に挿しても1枚しか反応しないとか、そんな感じのものが多いがやけど、これは別々に同時に挿しても別々で取り込んでくれるからすごくいいですね。読み込み速度はメモリーカードいっぱいいっぱいの 90MB/s ぐらいかな、割と早いですね。でだいたい1回の散歩で 20GB ぐらいデータ使うので、 20GB ぐらいのデータを、まあ、パソコンに取り込んで、これから最適化メディアを作って編集してって感じですね。これね、アマゾンで
新古品 iPhone11 のアンチグレアフィルムが届きました。ニマソ、ちょっとよくわかりませんけども、これを開けてみます。本当に新品、新品ですね、これ。はい。あ、今時こうやってガイドがついちゃうがやね。こんなんと、取扱い説明書と、すげえ、2枚入っちゃう。これと、お得、2枚入ってます。下記概要欄貼っておきます。こんな感じ。あ、ガイドの上から貼ってやると、貼りやすいですよっていう。はい、こんな感じでぴったりケースに入りました。話しましたゴミをね、もう一セットあるんで、また変なかったら貼り替えしようかなと思います。干渉はありませんね。出費源のあれには干渉なく綺麗に入りました。良かったです。今ガイド付きはやっぱすごいですね。てかこの部屋ホコリめちゃくちゃ多いね。もうちょっとやっただけでもこんなに早からこれホコリが画面に、貼り付いてきた。はい、ということでもう6時になったのでね、子供をお迎えに行かんといけませんけども、はい、忙しいですね。この6時夕方からね、子供寝かしつけるまでが忙しいんですけどもね、はい、今から迎えに行って、ご飯食べて、で風呂入れて、で寝かしつけて、多分10時ぐらいからまた動画編集とか、まあ、自分の時間が持てるのかなという感じですね。まあ、そこから2時間ぐらい、作業してまた寝ると、こんな感じの1日ですね。はい、あっという間やね、1日がね。はい、まあそんな感じですね。はい、また撮れたらまた撮ります。